情人夢咧就喺歐洲單單地方咧拍攝噶，唔知兩位拍攝期間咧有冇啲特別好難忘嘅事情發生過，可以同我哋香港嘅觀眾分享下嘅咧？陳小姐先啦。そうですね。映画ではあの峰君、峰役の瑛太君とか、マスミちゃんあの役の小出君とか、あのみんながあのフランスに撮影で来れたので、みんなで向こうで一度ご飯が食べれたので。我最開心咧就係同一班咧好後生嘅演員，譬如英泰啊或者其他演員咧，可以喺歐洲嗰度咧同共度過一個時刻，咁所以呢個係最難忘嘅。係係ドラマとは違って、あの映画なので割とドラマに比べたらすごくゆっくりとじっくりと撮影できていけたことがすごく印象的で。即係個同件事其實唔同嘅，嗰個拍攝嘅進度咧就比較慢啲，所以大家可以慢慢嚟拍。係啊，所以入場欣賞就知多啲佢哋中意邊啲國家啊。好，咁啊，究竟兩位如果要問啦，去過咁多笪地方演出啊，成最中意係邊個國家咧？又嚇，小姐小姐。中國可能都包圍都包。係，佢中意捷克同埋維也納。捷克同維也納，係啦，有冇印象？僕もチェコのプラハですね。やっぱりあのパリほど都会的ではなくて、すごく穏やかな空気が流れてて、程よい田舎感がある。我都係嘅，我中意捷克嘅國誒布拉格，咁佢嗰個即係鄉村嘅氣氛非常之好。係咪啊？